大家好、我是香香。今回は草書覚えようのコーナーです。この筆ペンを使って実用文字を書きながら草書を覚えていこうと思います。今回書くのは、名字の橋本さん。橋本さん全国ランキング24位、44万7千人いらっしゃいます。東京、大阪、福島に多い名字です。神聖なる橋のたもとという意味が由来となっている説があります。では橋の漢字は端っこの橋も同じ語源で離れた橋と橋を結ぶという意味で、さらに食事に使う箸も同じ語源で食と口を橋渡しするという意味から来ているそうです。では早速書いていきます。楷書、行書、草書ですね。草書いろんな書き方があるので3種で書いています。ではまたお会いしましょう。シャツチューン。